こんにちは、サラです。今回はですね、マジで大人気の中華コスメブランドパーフェクトダイアリーのコスメを紹介していきたいと思います。で、実はですね、3年ぐらい前から気になってたブランドなんですけど、最近ですね、ロフトとかの店頭で買えるようになってきて、めちゃくちゃ嬉しいです。それではね、早速紹介していきます。まずね、こちら動物アイシャドウパレット12色です。動物モチーフで、これめちゃくちゃ可愛い。実は野生動物の目から着想を得たものなんだって。で、これはね、猫ちゃんのパレットなんですけど、それぞれね、12色入りで、発色もいいし、ラメ感もめっちゃ可愛い。で、それぞれ動物モチーフの刻印もついてます。尻尾がある色はマットシャドウに立体刻印と、あとラメの吹き付けが施されていて、高級感があります。赤みブラウンなので、大人っぽい秋メイクにもいい感じです。ブラシもすごくね、キツネっぽくて可愛い。これだけ斜めカットになってるので、眉毛描くのにもすごくちょうどいい。斜めのブラシを使うとアイラインも引けます。そしたらこっちの目に6種類塗っていきます。まずキツネからいきます。で、猫の足跡がある色はちょっとラメが入ってて、涙袋にもおすすめです。どの季節でも使える日常パレットで、ナチュラルメイクにおすすめ。鶴の羽がある色はさっきの猫と似てます。こっちはね、春にいい感じ。明るい色が多いので、デートとか可愛い系のメイクもできます。恋の鱗型の紫ピンクの偏光パールがめっちゃキラキラで、本物の鱗みたいです。夏のお祭りとかにもいい。儚げなメイクもできます。
で虎の足跡がある色はマットなカラーでベースにいい感じです。秋にねこれは使いたい。でオレンジを多めにすると夏も使えます。豚の足跡がある色もマットなカラーでベースにいい感じです。こちらは夏と春にも似合いそうなカラー、桜のようなピュアなメイクに仕上がります。はい、そして次こちらスターダストダイヤモンドハイライト、左が01で右が02です。でこちらマルチに使える多機能コスメで鎖骨に塗っても可愛い。これ01、これ02、左が01、右が02、透け感があってすごいキラキラ。はい、そして次こちらリードミーフローティングライトリップグロスです。半透明の名刺みたいに薄い形のリップです。薄いのでミニバッグとか小さいカバンのポーチにもめちゃくちゃ入れやすい。でリップカラーに合わせて気持ちを表すメッセージがパッケージの裏面に刻まれてます。はい、こちら左から101、102、103、104、105、106、でティッシュオフするとこんな感じ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本当にどれも可愛くてさらに使いやすいので、ぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。そして皆さんの気になるパレットあればぜひコメントで教えてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。